ンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。滝本仏光堂タムです。榎本でございます。はい、榎本さん、今日はですね、はい、最近お問い合わせが増えております。はい、手元供養、あ、そうですね、はい、はがきも来ております。はい、手元供養とはどんなものですか。そうですね、本当に最近ちょっとお問い合わせ多いのでね、ちょっとお話しさせていただくと、まあ手元供養ですね、まあ、お骨ですね、お骨を、まあ、お寺さんであったりお墓ですね、まあ、納骨する際ですけれども、はい、少しちょっと拝借しましてね、手元の方にちょっと置いておいて、はい、まあ、泣き方をしのんだりね、うん、ちょっとしばらく気持ちの整理がつかないのでね、常にこう一緒にいてあげたいというような方のね、するような仕方のことを手元供養と一般的には言われております。ありがとうございます。はい、でその手元供養なんですけれども、はい、どんな方法があるんですか。はい、まあ、そんなにないんですけれどもね、加工型ですね、はい、陶器に焼き付けてする方法と、あとダイヤモンド加工ですね。ダイヤモンド加工、はい、そういった方法があります。で、あと納骨型というのもあります。はいはい、はい、小さい、すごく小さい骨壺のような形をしたタイプのものと、はい、あと首などからこうぶら下げるペンダントタイプです。ペンダントタイプ、はい、こういったのが納骨型と言われております。ありがとうございます。はい、で今日はですね、ちょっとペンダントの方を、そうですか、ご用意しておりますので、はい、はい、ちょっと準備の方お願いします。はい、ちょっとカメラさんも準備お願いします。はい、ズームお願いします。はい、オケならお願いします。はい、でこちらですね、こちらまず上の鎖の部分ですね、はい、こちらですね、こちらは純チタンですね、お世話になっておりましてね、アレルギーをお持ちの方ですね、金属アレルギーをお持ちの方でも大丈夫なような作りとなっておりまして、はいはい、で重さも非常に軽く作られております。丈夫です。で、あと本体の部分もこちらですね、こちらはネジ式となっておりましてね、うん、こうねじっていただいて、開けていただいて、その中にお骨の方を入れてください。隣に量はね、はい、入りませんのでね。でこちらの品質も保証付きですのでね、こういったのも大丈夫です。はい、はい、あとですね、ええ、あとこう首からぶら下げている時ですね、お風呂などにちょっと入ったりする際には、こちらの方は完全防水とはなっておりませんので、水が入ってしまう恐れがあります。はい、ですからちょっとお風呂などに入られるときはちょっと外してしていただけると。そうですね、はい、はい、します。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、失礼します。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫でございます。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、失礼します。はい、チャンネル登録をよろしくお願いします。